争につながるこの特定機密保護法を廃止し、また今国会で安全保障という名前でたくさんの、法案が通されようとしています。このことをどうしても止めたい思いで今ここでアクションを行っていますので、どうぞ皆さんチラシをお手に取ってお読みください。それではコールいきます。特定機密保護法いらない、特定機密保護法いらない、戦争する国絶対いらない、降ってきましたのが、どうぞ、まだ続きますのでよろしくお願いします。先月お父さんになった方が続いてスピーチしていただきます。子供のためにぜひよろしくお願いします。ご通行中の皆さん、赤羽駅をご利用中の皆さん、バスをお待ちの皆さん、お仕事中の皆さん、大変お騒がせをいたしております。私たちは特定秘密保護法の廃止を求める帰宅アクションの面々です。秘密保護法だけではなく、現在安倍総理が行っている戦争法案、これに反対していこうという面々です。戦争法案についてちょっとお話しさせてください。今国会でさまざまな議論がされておりますが、誰が戦場に行くのか、こうした議論が先日あったことをご存知だと思います。誰が戦場に行かされるのか、もちろん皆さんは自衛隊の方が戦場に行くんだと思います。では誰が自衛隊に入るのか、入らされるのか、こうした議論がありました。もちろん志願入隊をする方もおります。しかし先日こんな議論が文部科学省の有識者会議であったそうです。奨学金の話です。現在大学生の約半数が奨学金を借りております。少し前ではちょっと考えられませんが、今では約半分の大学生が奨学金を借りている。そのほとんどが利息をつけて返さなければいけないという奨学金です。さらにそれを返さなければ延滞金を払わなければいけない。どんどんと借金が増えていく。今大学生の親御さん世代が大学生の授業料を払えない、そうした経済状態になってきた。そして今の若い人たちは大学に行かざるを得ないという状況が広がっているんです。以前であれば高卒で就職をする、大学に行くお金がないから就職をせざるを得ない、こうした状況であったものが今は就職することができないから大学に行かざるを得ない、こういった状況に変わってきてるんです。いやいやそんなことはない、高卒の内定率は高いはずだ、こうおっしゃる方がいるかもしれません。内定率は確かに高くなったかもしれませんが、高卒で働くその絶対数が違います。バブルの時よりも3分の1以下にまで高卒で働ける人は少なくなっている。こうした状況の中、大学に行かなければ就職することができない、あるいはただ学びたい、そうした人たちもいるかもしれません。しかし大学に行くために奨学金を借りなければいけない、こうした状況が広がり、さらにそれが返せないというのが社会問題になってきた。奨学金を返せない、今の労働情勢では就職できればまだまし、就職したとしてもほとんどの人が非正規雇用になってしまうという若者の雇用状況、奨学金という名の借金を返すが非常に難しくなってきて、そして奨学金を返せないというのが社会問題になっていることは皆さんもご存知かと思います。そして先日行われた文部科学省の有識者会議では、奨学金を返せない人たちに防衛省にインターンに行かせろと、こうした議論がされたんです。つまりただ学びたい、あるいは大学に行かなければ就職することができない、そうした人たちの弱みにつけ込んで、借金返せないなら戦場へ行ってこいと、
こうした議論が文部科学省の有識者会議でなされた。このことを先日、ある国会議員が参議院で総理大臣に質問した。戦場に行かされるのは誰ですか。貧しい人たちが戦場に行かされるんじゃないんですか。どうなんですか安倍総理と質問をした。その答弁は、戦争法案というのはデッテルバリだ、取り消せ。安倍総理が答弁したのはこれだけです。何の答えもしていない。ただレッテル貼りだ、取り消せというだけ。こうした状況、皆さん、違うなら違うと言えばいいんです。こうしたことを目論んでいるから答弁ができない。今安倍総理は労働法の改悪などで貧困と格差がどんどんと広がっています。貧しい人たちがどんどんと増えている。貧困が子どもたちへと連鎖している。その貧しい人をどんどんと増やしておきながら、その貧しさにつけ込んで奨学金を返せないならば戦場へ行ってこいと、こうした議論がなされているんです。これが安倍総理が今狙っている戦争法案の中身なんです。他人事じゃないんです。自分たちの子供たちが、あるいは孫たちが望まずに戦場に行かされるかもしれない。この戦争法案を今止めなければならないんです。戦争法案、先日行われた憲法審査会でも、この戦争法案は違憲であると言われた。多くの人が違憲だと思っている。憲法に違反する法律はもともと無効なんです。しかし、たとえ無効であっても、一度でも先端が開いてしまえば、一度でも集団的自衛権が行使されてしまえば、一度でも銃弾が発射されてしまえば、もう取り返しのつかないことになってしまうんです。だからこそ今止めなければいけない。だからこそ今、安倍総理の独裁を止めなければ、私たちの子供たち、孫たちの世代に大きな禍根を残すんです。負の遺産を残すことになってしまうんです。だからこそ今、安倍総理の独裁を止めるために、ぜひ皆さんで声を上げていく、そのご協力をお願いいたしまして、私からのお伝えとさせていただきます。どうもありがとうございました。ありがとうございます。